はい、どうも、こんにちは、チャイです。質問返答しながらゲームプレイ、記念すべきボリューム10になりました。というわけで、今回のゲストは、今、人気急上昇中のハイテンション実況者、アマチョウさんです。はい、どうぞ。ちょっと待って、言い過ぎだろ。それは言い過ぎだな。はい、どうも、ハマチョウです。最近はハイテンション実況というのをやっておりますので、まあ、テリさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんだっけ、酸素切れ酸素切れ。酸欠。史上初の酸欠実況者と一緒に、質問を言いすぎだ。はい。で、まあ、バトルやります。今回もハイテンションでガンガンいくぜ。オーケーよっ対戦相手を探しています。いるかな。お、来た。じゃあこの間に質問をいきます。誰最初の質問、ドラクエで好きなシリーズは。ドラクエ、ドラクエやったっけ。好きなシリーズ。あ、はいはい。うん、一番、この前ね、一番好きってのが出てたな。うん、ああ。うん。ということだから、なんか、複数のやついっちゃっていいわけだ。なあ。まずね、4が好きですね。うん。オムニバス形式の冒険とか。ああ、キャラクターが、なんか個人的に好きなのが多い。うん。あとは、5。うん。ストーリーがいい。あー、わかる。なんかね、最後までやるとすごい、なんか自分が変われた気がするっていうか、なんか説明しづらいんだけど、なんかいろいろ感動とか、ほんとそういうのを覚えることができるっていうか、あれはね、一度やってみるといいと思います。なるほどね。うん、なかなか始まらんな。あと、うん、6ですね。いや、6俺大好き。おう、アマちゃんもか。あれね、職業が選べるってところがいい。そう。俺、あの中でもハッサン好きだった。ハッサン。いやいや、あれはすごいわ。ハッサンのあの頭。頭。おかしいわ、あの頭。トサ頭。豪快だしね、しかも。あと、個人的にはテリーが結構好きだな。あー、テリーかっこいいよね。うん、かっこいい。あの、なんだろうな、最終的にはかなりいいやつになるっていうか。そう。出会った時からなんだこいつだ的な感じだったけど。なんか勝負する感じになってな。うん、あれがクソめんどくさかったという。めんどくさかったし、しかも最終的にはね、一回敵になっちゃうっていう。ははは、わかるわかる。あれ本当どうすればいいのか分からなかったわ。どうすればいいのかって。あと、やったことないけど、うん、7。あれはね、早くやりたい。7か。うん。俺持ってるよ。お、マジか。やって、あ、コラボ実況しないか。お、いいね。ほら、あれ、本当にやりたくてしょうがないゲームなんだけどさ。うん。PS、普通のやつじゃん。うん。でも、2でじゃ確かできないはずだよね。プレステ2で。そう。できるよ。マジか。あ、やってみようかな、じゃあ。てか、3人側じゃん、俺ら。くっそ。いいんだよ。じゃあ、勝ってやるわ。よっしゃ。というわけで、この質問の答えは、ドラクエで好きなシリーズは、4と5と6と7です。結構並んでるじゃん。よっしゃー。オーケー。クッキーランド来いや。来いや。じゃあ、クッキーや。もう行きます。来い。待ってんの。ふざけんな。じゃあ次の質問。はい。弁当で好きなおかずは何ですか。弁当か。おお、弁当か。まあ僕はね、今は大学生なんで弁当はないんですけども、高校時代まではね、弁当あったな。その中でもね、特に好きなのは、
ぱ定番っていうか卵焼きだな。オーソドックスやな。オーソドックス、あれはね欠かせない。欠かせない。卵焼き抜いたもう俺ね無理。無理。生きていけん。生きていけん。それだけ卵焼きが好き。うん。でけんってどんだけ卵焼き好きやね。いや本当にマジで。あれはね最高。弁当の定番。うわっつ。生まれた。生まれたし。そう。一本いっても稼げんし。僕は好きなおかずはオールマイティだね。うわまた。正直言わしてもらっていい？うんいいよ。とりあえず肉系が入ってたらオッケー。肉系か。うん。あとね焼きそば。あ分かる分かる。うん。焼きそば言ってもあの家で作る焼きそばじゃなくて。そう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 、なんか冷凍系の。そう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 、あれな何気に美味しいよ。うん何気に美味しい。あっぷね。ちょっと、うん、ちょっと待って、これ人数が多い。チームが負けてるっていう。強いぞ赤。能力高いぞ。いや俺ゼロポイント。他の人の能力高いぞ。チャリ頑張れ。オーケー。あと学食で売ってるね、うん、あの焼きそばも結構美味しいんだ。ああ、焼きそばのパンね。そう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 。美味しい美味しい。オーケー。ああ。突っ込んだし。ゼロポイントのまんまだ。うわあっていうとこだよ。ああ逆転。ウィ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 。お、さあ、ぶつかれぶつかれ。ねえあの。星、音符を星、やっつけろ。おい、いけ。おい、逃げられた。後ろから下に来てる。あー、ダメだ。ちょっとぶつかれん。あかん。あー、逆転されてるし。あー。オッケー。いや、いけ。あー、ダメだ。いけ。あー。うわー。あー、ダメだ。そう、ぶつかれんし。なんて野郎だ。ギリギリでかわしやがるとは。さすが。いけ。外国人でも。うっそ、なんでカウンター食らったの。おい、ちょっとまずいぞこれ。まずいぞ、一気に逆転された。強かったっけ相手。おい、あれチャリどうした。そう、ちょっと待って、質問返答だってねえぞ。ゲームプレイだってるぞもう。2問目2問目だな今。うん、おかずに剣について。あぁ惜しい。落ちたー。そう、残念だったね。負けた。負けだし。負けた。なんで取れねえんだよ。下がったし。マイナス62って半端ないな。半端ねえ。確か卵焼きと焼きそばが好きって言ったんだよな。そう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 。あとコロッケかな。あー、わかる気がする。あのかぼちゃとか。おーおーおー。じゃがいもとか。ジャンルはあんまり問わないかな。コロッケいいよね。いいよね。うん、基本的に好きだな。ちょっとサクサク。サクサク。ゆっくり。そうそうそう、それがいい。また3人かよ。しかも集めてこいんだし。また3人かよ。次は勝つ。おっと、クッキーランドが2人見たよ。ヨヤミハウスも2人だ。オッケー。怖い、クッキーランド。じゃあ、この問題じゃない。質問の答えは、好きなおかずは、卵焼き、焼きそば、コロッケです。じゃあ、よし！じゃあ次の質問いきます。うい。実況は何個出していますか？種類か。どういう実況を出しているかってわけか。おっしゃ！クッキーランド！よし！じゃあね、答えていきましょう。何個出してるかってなると、まずは普通の実況プレイですね。その次に、こういう答え方でいいのかな。いいんでね。その次は、あと、初見プレイ。あーね。うん。あとは、縛りプレイ。縛り俺ねえな、そういや。縛りやってる、今。縛りは確かやってなかった気がする。ただ普通に、ハイテンションプレイやってたから。ハイテンションプレイっていう、ハイテンションプレイっていうジャンルがあったから。ジャンルはそうだよね。ハイテンションだよね。ハイテンションプレイっていう。だったジャンルが。あとは、コラボですね。うん。
コラボは欠かせない俺の中では。コラボはケンとコラボしたの、うん、なんかてかマリオストライカーズだけ。あああれか。でもあれはケンと2人で爆笑してたような気がする。そうそう、そんだけかね。コラボはほとんどしてない。あ、銀龍さんとしたわ。お、いろんな人からいろんな人から来ないような俺でも2人くらいはコラボしてるよ。うん、おお。僕は最近、あと質問ヘッドプレーマーこれこれでした。僕は質問ヘッドプレーはね全くしない人だから。おうおうおう。なんで、え、なぜ質問しなくてはいけないのか。あ、そもそも質問しながらゲームプレイって言っても俺はゲームに集中できない。なるほど。いくらハイテンションな俺でもそれはさすがに無理だ。まあね、だからできるような人間じゃないから、まあ、これは多分慣れかな。慣れだと思う。僕もね最初からそんな、おっと危ねえ、味方のだったし、そんな最初からってわけではなかったし。てかなんだろうな、もともとこの時期質問ヘッドプレイがやりたかったっていうのはある。ああそうなんだ。もともとある。それが実況始めたきっかけでもあるし。やられたー。なーな、あーやられたー。おーにょー、おーにょー。まあそんな感じかなと。はい。あれ、あぶね、ビビった。あー多分自滅したなあの人。ざめ、見上げる。あと何かな、何かあったかな、そういう系の。何が逆転されてるっていうの。普通、初見、初見、縛り、初見のね、あと何かな。俺初見っていうのやってることないな。初見結構楽しいよ。初見やりたいんだけどな、うん、初見のゲームがないんだ。初見のゲームがない。結構悩ましいところだね。新しいゲームとか買ってもね、うん、ないから。オッケー。あれ。ギリギリだけ。みんな一気に減ったぞ。何があった。みんな一気に全滅したけ。一気に全滅した。でもチャリいいじゃん、プラス101。さっきの挽回したね。うん、お、10人に増えたぞ。ヤッフー、ヤッフー。というわけで、多分これでかな。実況の種類は、まあ普通のやつと、初見プレイ、縛りプレイ、コラボプレイ、質問返答プレイ。つまり5個ですね。5個か。うん。まあ、何のゲームってのはもっとたくさんあるんだろうけど。うん。まあそんな感じ。いいじゃないか。OK。OK。じゃあ次の質問です。お、じゃあ次の質問で最後ですね。もう最後か。ああ早すぎだろ。いや結構時間経ってる。13分か。うん、ちょっとゲームに集中しすぎたな。でも意外と4つ目で早いね。うん、意外にも4つ目。うん、ファンキー多すぎだろ。ファンキー多いだろ。じゃあはい、やります。修学旅行の思い出で一番面白かったことは何ですか。小中高どれでもか。ファンキーだし。やっぱファンキーだね。うん。これでファンキーにならない方がおかしいよ。確かに。修学旅行の思い出か。個人的にはね、やっぱ高校の時かな。あの、京都行ってきたの。うん。京都と奈良と大阪。うん、あれあれあれ。どこ行った。 あのベビーマリオ。どっか飛んでった今横に。あの例によってわーちーらーってなったか。わーちーわーちーらー。さすが本家。誰にも負けないさ、絶叫なら。絶叫プレイ。負ける気がしねえぞ。確かに。もう俺も喉が疲れてきたんだけど。俺はまだこの時間だったらまだ全開バリバリや。確かに。あれ結構シビアなんだ。あシビア。まあね、一番遠くに行けたってこともあるからかな、まずは。あの、中学校と小学校の時だと、うん、東京なんで、
まあ、だって小学校の時も中学校の時も同じとこっていうところがね、あんまり印象に残んないっていうか、印象に残んないわけじゃないけど、なんかマンネリ化があるっていうか。マンネリ、面白かった。OK! 靴引っかかったな、あの時は。一人で全部のアイテム引っかかったんじゃない？無敵中だから意味なかったな、それ。無敵じゃなかったらなんかな、一気に。荒稼ぎだ。全滅だ。でもってね、高校の時だと、あの、ホテルの中で、夜が楽しかった。ああ、わかるぞ。友達と部屋に集まって、スマブラやってた。スマブラやってたの？スマブラやってた。スマブラ X。どうやってスマブラやってたんだよ。え？持ち込み、普通に。ウィーを持ってったのか。持ってったやつがいる。俺がコントローラー持って行ってって感じで。で、計11人でやってた。もうそれがね、あまりにも楽しすぎて、もう就寝時間が10時だったのにもかかわらず、12時ぐらい、いや、2時ぐらいまでやってたの、普通に。なるほど。でも、その次起きる時間が、ほら、早いじゃん、こういうのって。6時だったのさ、起きる時間。超寝不足だった。だよね。いいんだよ。あれは、あれはひどかったな、眠気が。いや、逆に考えればさ、よく起きれたよなって自分でも思った。やられた。くそ。おっ、増えた。だけど、そう思えばね、僕の修学旅行は沖縄だったんだよね、高校の時は。おぉ。で、楽しかったって言われてもな、あの、まあ、とりあえず行きました。うん。天候いきなり最悪悪いと。で、悪いに関わらず、こう、あの、本当は、あの、僕はね、うん。その時、実は腕骨折してたの。骨折か。で、なんか海潜る予定のあれだったんだけど、うんうんうん。まあ、入れないわけよ。入れない。だな、骨折したんだけど入ったんじゃな。で、でも結局、なんか、めっちゃ、ドワーって雨が降ってきて、なんか、シーサーの、なんか、置物、うん、の色塗りやったのよ。色塗り。うん、まあ、それは面白かったと。うん、あのめなんか赤い犬になった。あれか、赤い犬になっちゃった。ただのただの赤い犬か。だって折れてた右腕使えるから、うん、あの利き腕じゃない方やけん、うんうんうん、全然濡れねえわけよ。めっちゃ時間かかるだろうな。おかげでもうさ、わや汚い汚いか。まだクッキーランドだ。まあ、で、その夜、ホテル、うん、ホテルかな、ホテル、うん、あ、ホテルみたいなとこ泊まったのよ。で、みんなとUNOやってたんだ。UNO。うん。UNO やってたんだよ。UNO？ そう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 。で、なんかみんななんか結構強いけん、集中してやってたわけよ。なら、後ろから干潮されたんやって。はは、なんで痛いって言ったのよ。言ってよな。そのせいで先生にバレて、ウノ取り上げられたけんな。はは、ウノ取り上げられる。やらかしたって。こっちはゲームは取り上げられるって言って。いいじゃないか。やったぜ。まあ、で、その、もっとひどいんが、うん、あの、最後の日、あの、商店街みたいなとこをね、うんうん、歩く。歩く。で、その日に限って、どしゃぶり、わや。どんまい。うわーって降ってきて。うん、わや。どしゃぶり。しかも雨もないしさ。うんうんうん。じゃあ、雨がないってどういうことだよ。雨がないって、雨が降ってない、雨がないってどういうこと。間違えた。あのね、あの、傘がないのよ。うんうんうん。おっ、もう傘ないから、どっしゃどしゃもん。みんなびっちょびちょ。確かにな。
もあれ風邪ひいたかと思ったほんまよく風邪ひかなかったひいた人もいるんじゃねえの絶対大丈夫俺インフルエンザとかそういう権限絶対かかない人だけどおおやるなやるだろう実はね僕が修学旅行行った時って、うん、なんか時期的に新型インフルエンザが流行ってた時なんだよで、うん、まあまあもう予想ついてるだろうけど修学旅行の最中に、うん、インフルエンザにかかっちまった人がいるっていうあプラス、うん、台風が来てるうわわやめっちゃ大変だった1日目と2日目がで3日目が US 行ってだったんだよ、うん、ここで奇跡が起こった奇跡が起きた晴れたおお晴れてもうめっちゃ奇跡っていうぐらいだったんだけど、うんまあ、普通に遊んでた遊べたなんかほんとね1日目と2日目が何だったのっていうぐらいもうおっと危ない奇跡だ本当にあれは良かった良かったじゃないか楽しかったそしてあの一つ気になるんだが、うん、あんたどんだけコイン取る気ない荒稼ぎできるかな荒稼ぎできるかなあと7秒頑張れあと7秒頑張れ荒稼ぎコイン取って荒稼ぎ来るぞうわあ危ない危ないえ負けたラグラグなんとかしろやお前うっそだでもまあいいやだから奇跡の逆転負けしたまさかの最後0秒でぶつかられてマイナスされたうわ胃が払いて顎痛いてというわけでね、面白かった。また酸欠になってきた。修学旅行の思い出は高校で、夜中ホテルでみんなでスマブラをしたり、あとは3日目の USJ がめっちゃ楽しかったっていうことです。はい。今日の質問はこれで終了です。終了だね。はい。じゃあ最後に浜町さん、何か一言お願いします。そうだな。じゃあ、みんなに一言言わせてもらおうか。おう。待ってる最後にそれで締めたか。当たり前じゃないか。これこそ、私の代名詞的な一言になってます。おーい。いいね。ドヤ。ドヤ。別にドヤっていうほどでもなかった。また言われた。また言われた。最近それ多いよ。確かに。はい。まあ今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。